今回は、フォーチュン戦の小ネタを紹介していきましょう。まずは、フォーチュンの外見から見ていきます。フォーチュンは、レオタード姿の黒人女性ですね。黒のジャケットをマントのように羽織り、太ももにはホルスター。いやーこのレールガンを持ったシルエット、かっこよすぎません。彼女が、このような姿になった経緯ですが、MGS2 の開発陣は、開発の過程で、何度もアメリカに見学に行ってたそうです。その際に見かけた黒人女性がかっこよく、綺麗なざまを表現できたらなぁ。という思いがあり、新川さんが黒人女性を絶賛したそうです。なので、娘が黒人だったので、父も黒人となったというわけです。本来と逆の流れなのがちょっと面白いですね。そしてレオタード姿の理由は、肌を露出させた方が可愛いかな、と思い、水着にしたそうです。でも、ちゃんと海軍で使用されてそうなアーミー的なデザインにしてるのはさすがですね。では、容姿の話はここまでにして、フォーチュン戦のネタに入っていきましょう。まず、画面からわかる情報から、見ていきます。ボスにもかかわらず、フォーチュンの体力が、かなり少ないことがわかります。これは2年前まで、ただの服だったフォーチュンが、幸運という力だけで、この国まで登り詰めた、という背景と、こちらの攻撃が、1回でも当たれば勝てるのに、という期待をニータに持たせつつ、やはり、彼女の幸運には勝てない、という演出でもあるんでしょうね。こちらの攻撃が何も通らないことをいいことに、彼女はレールガンで、容赦なくこちらを撃ってきましたね。このレールガンについて、解説があるのでご紹介します。ライデン、ローズ君がフォーチュンの武器について調べてくれた。彼女の持ってる大きなライフルは、個人用のレールガンみたい。レールガン？そう。磁力で弾を射出する電磁砲、可動胴体としてプラズマ電気子を使用することで加速性能を上げている。その砲弾の運動エネルギーは約10メガジュール。ちなみに140ミリ滑降砲弾のそれが約20メガジュール。そんなものが実用化されているとは。実用化はされていないわ。あれはあくまで試作品。あれのどこが試作品なんだ。レール材のプラズマ化やレール間放電などの問題が解決されてないらしいの。暴発の危険性が高すぎて兵器としての実用性はないっていう評価が残ってるわ。だが奴のは暴発なんか、きっと運がいいからじゃないかしら。そんな、どちらにせよ彼女にしか扱えない武器というのは間違いないみたい。始末に負えない武器だってこともな。気をつけて、ジャック。全て運で片付けてしまう。なんだか、ボージャンプのキャラクターみたいですね。そして、ボス戦の流れを見ていくと、敵が遮蔽物をどんどん壊しながら、こちらに攻撃を仕掛けてくる。これ、あの有名なゲームのゲーム性と似ていることに気づきましたか？はい、インベーダーゲームです。敵の攻撃によって、時間とともに遮蔽物がなくなり、最終的には、横移動で避けながら、こちらの攻撃を当てていく。このゲーム性を意識したため、フォーチュンはあまり動かない仕様になっているようです。しかし、インベーダーゲームとは違い、こちらの攻撃が当たらないため、制限時間まで当たらないことが要求されるのですが、これ、高難易度だとクリアがめっちゃ難しいです。2発当たると死んでしまうくらい、レールガンの威力が高いですし、常にレールガンが2連撃で、遮蔽物もすぐ吹き飛びます。なので普通にやったら、2、30回くらいコンティニューしちゃうんじゃないですかね。しかし、もう発売されてから、20年以上経ったゲームなので、様々な攻略法が編み出されているので、今回は、3つご紹介します。まずは、こちらをご覧ください。はい、これは何をしているかというと、実は、フォーチュン戦の前半では、こんなフローが存在します。そのため、後ろの方で隠れ続けるよりも、フォークリフトに当たるように誘導することで、戦闘にかかる時間を早めることができます。そして後半戦も、このようなフローが存在するため、ドラム缶に当たるように、フォーチュンの攻撃を誘導できれば、30秒ほど戦闘を短くすることができます。この30秒が辛かったりするので、これを意識して、実践してみてください。次に、こちらをご覧ください。はい、USB の空打ちを使った手法です。MGS2 の飛び出し打ちには、無敵時間が設定されており、このように飛び出し打ちを繰り返せば、無敵時間をレールガンに合わせることができます。そして、実弾が入っていると、発砲時に当たらない演出が入ってしまう。リズムが狂わされてしまうので、空打ちが安定する、というわけです。実弾でやった時の利点を、敷いてあげるのであれば、このようにフォーチュンがずっと、優しく見下してくれることですかね。利点と言っていいのかわからないですが、そして、最後の手法はこちらです。
はい、この位置で寝そべって、冷却スプレーを構えると、自分がフォーチュンになれます。おそらく、寝そべってから悲観にすると、雷電の位置がずれてしまい、このずれたところにレールガンが当たるため、このようなことが起きてるのだと思います。この無敵の戦法にも、一つだけ弱点があり、途中、消防機が降りてくる演出がありますが、この演出により、一回装備が外されてしまいます。なので、こっちも無敵だーと油をかいて放置してると、気づいたらゲームオーバーになります。注意しましょう。